CM が X で話題となった理由は、平夜のキラキラとした笑顔が大画面で映し出され、視聴者に感動を与えたから。わぁ、感無量。紫輝くんがニコニコしながら夢を語る姿はぐっとくる。夢を追いかけるって素敵なことだよね。その姿はいろんな人に勇気を与えて、見る人の生きる希望になるんだ。こんな温かいコメントが、デジタルハリウッド大学の CM、みんなを生きるな。自分を生きよう。2024。 変に登場した平野の資料に寄せられ、それが、X、旧ツイッターで大きな話題となっている。平野はかつて、キングプリンスの一員で、現在は3人組ユニット、ナンバー、愛の一員として活躍しています。そして、彼がテレビ朝日系の音楽番組、ミュージックステーションで流れた60秒の CM で、夢に悩む後輩の相談に乗るストーリーが展開され、そのインパクトある内容が注目を集めています。CM が、 X で話題となった理由は、平野のキラキラとした笑顔が大画面で映し出され、視聴者に感動を与えたから、ファンは感想を次々と投稿し、CM 放送からわずか30分後には、デジタルハリウッド大学、みんなを生きるな自分を生きようといった CM のワードや、平野紫用、紫輝くんの CM といった関連ワードが X トレンドにランクインしています。 大画面で見る紫輝くんはすごくキラキラしてて泣きそうになっちゃった。ずっと笑顔でいてね、初産。嬉しくて泣きながらゴーと回してる。絶対世界に行ってほしい。ほんと、ずっと画面度アップのニコニコキラッキラ横顔を見てグッときたよ。ファンたちのコメントからは、平野の輝く姿に触れた感動が伝わってきます。また、一部のファンは、ライブの時の、死ぬなよのメッセージを思い出し、 平野のパフォーマンスが与えるエールの重要性を再認識しています。今からは、とにかく一歩踏み出すに多くの人が救われる。エムステはまだまだ辛い思い出が忘れられないけど、一般の方たちに紫輝くんの凄さが CM で伝わりますように、これらのコメントには、平野の芸術的な表現が社会的な影響を与える可能性を期待するファンの願いが込められています。この CM を通じて、 平野の仕は単なるアーティスト以上の存在として、夢と希望を追い求める姿勢と、その魅力を社会に発信しています。デジタルハリウッド大学のメッセージが、平野の表現力と相まって、より広いコミュニティに訴えかけ、人々に新たな視点を提供しています。彼の輝く笑顔が、視聴者の心に触れ、社会全体にポジティブな影響を与えていることは明白であり、その魅力はこれからも広がっていくことでしょう。